はい、どうも、乾燥している食べ物の中で一番美味しいもの、干し芋、よろしくお願いします。うちは干し芋いつもいっぱいあるんですけど、茨城県からふるさと納税で取り寄せたりしてね、まあ、今度鹿島で開幕戦あるんで、行かれた方ぜひ買ってみてください。さあ、2021年の新体制が、いつでしたっけ、1月15日でしたかね、発表になりまして、まあ新加入の選手、まあ、監督も含めて、会見がありました。で、まあ、背番号なんかも発表されたんで、まあ、簡単にその様子を、今日は振り返っていきたいと思います。はい、では早速、まあ、新体制の発表はYouTube で見られた方も多いと思いますけど、まあ、気になったことをいくつか、まずはまあ一番はやっぱりロティーナさんの、会見というかインタビューで、まあ、いろいろこう楽しみな話はありましたよね。ディフェンスはまあ攻撃からだとか、まあ、去年の清水の印象だとかいろいろ質問も飛んでましたけど、いや、まあ、楽しみな一年になりそうだなというのが一番の印象。あと、まあ、新加入選手のインタビューの中で、まあ、このディサロね、印象良かったですよね。なんか具体的に去年カルリーニョスが何点取ったから今年の自分の目標は何点ですとか、まあ、ゴンダはゴンダでね、まあ、らしいというかいう感じでしたけど、すごい受け答えの印象が良かったのはディサロかなと。で、あと、まあ、これ別にあんま関係ないですけど、イブスキ大きいなと。で、あと渋いなと。なんか俳優みたいですよね。うん、かっこいいですね。で、気になった方というか、まあ僕はね、ごめんなさい、ちょっとね、知識不足というか、なんかまあよく分かんなかったですけど、素潜りね、まあ誰が言ったとかっていうのはまた YouTube で見てください。素潜り Twitter でもうバズってましたよね。はい。で、まあ背番号も発表されて、まあ1番を権田がやるのかななんて思ってましたけど、結局大久保になりました。で、まあ新加入選手でいうとマテウスが3番、原が4番で、7番に片山で、9番にチアゴサンタナとなってますけど、なんかね、この一桁台というか1番から10番までの間で、前からいるの、前からいるって言ったらおかしいですけど、まあ竹内、石毛、まあ竜田ぐらいまで含めて随分変わりましたよね。なんかこの一桁台ってあんまり他のチームも変わんないチーム多いですけど、まあ随分選手入れ替わったなっていう印象を、まあ、ここは受けます。で、あと、11番からですけど、中山が11番。やっぱ、ロティーナさん結構期待してるんでしょうね。で、まあ、12番サポーター番号は、僕はちなみにいつも12番なんですけど、サポーター番号があって、新加入で言うと、リサロが19番と。まあ、西澤なんか、もっとあれですけどね、若い番号いくのかなーって思ってましたけど、結局変わらず16番と。で、これですよ。まあ、ここ2つですね。やっぱり、まあ、最近というかね、2000何年からの流行りというか、23番といえばみたいなとこありましたけど、去年、ティラシンがつけてたのを、今年から鈴木優斗がつけると。まあやっぱりクラブも期待してるんでしょうね。僕もすごい期待してますけど、23番を鈴木優斗がつけることになる。で、まあ25番も結構思い入れのあるサポーターの方多いと思いますけど、キーパーの永井がつけるということになりました。で、なんかこの辺ですよね、権田が37番つけたり、ちょっと映ってますかね、鈴木が50番、なかなか渋いですよね。なんか最近流行ってるんでしょうね、こういうの。まあこんな形で背番号の発表がありました。まあ新しいこうユニフォームの予約なんかも始まって、僕は一時予約で12番でも申し込んじゃってますけど、好きな選手の番号ぜひユニフォームね、新しいの買って、こっちのユニフォーム結構好きなんでね、僕
開幕戦、まあ、ホーム開幕戦と、見に行っていただければというふうに思います。